弱者ですね。やめてください、はい、稼げないわけがないですと、うん、SNS だったりとか発信は最強なんで。はい、どうもこんにちは、さくゆきです。こんにちは、あおです。今回ですね、はい、1人で10人分の生産力を出す方法、そんなテーマでお話をしていこうかなというふうに思います、はい、僕はね、常日頃から発信っていいよとか、ウェブ上で自分の考えを載せていく、動画を撮る、ツイートをするってめちゃくちゃいいことですよっていうふうに言ってるんですよね。で、それをね、今回は数字を元にしてお話をしていこうかなというふうに思うんですが、もし自分1人で他の人10人分の働きができればめちゃくちゃ良くないですか？めちゃめちゃいいです。めちゃくちゃいいよね。嬉しいです。10倍稼げるわけだもんねこの YouTube チャンネル、実はですね、10人分の生産力を持っているんですよ。ほう、どういうこと？なるほど、分かったような分かんないようなって気がするじゃないですか。じゃあまず前提として、この YouTube チャンネルがどれぐらい弱小チャンネルかっていうのをね、おさらいしていこうかなというふうに思うんですが、このチャンネル現在の登録者ですね、6800人の登録者がいます、はい、弱小ですね。やめてください。はい、そして昨日の動画再生回数1718回、弱小ですねこの動画滑って1700回なのかなと思ったら、そんなことはなくてですね、直近10本の中で3番目に視聴回数がある動画です。結構いいんですね。そうなんですよね。で、一昨日出した動画2200回、で3日前のが1400回という感じで、まあ、大体出した日に1500回ぐらい再生されて、次の日とか1ヶ月後ぐらいとかに、まあ、2500とか3000回ぐらいになってるっていう感じです、うん、1ヶ月でどれぐらいの回数再生されてると思います？大体2000再生ぐらいだと全部の動画を見積もって30本上げてますよね、はいはい、だから6万回ですかね。おー、なるほどね。実はもうちょっといって、はい、先月の再生回数が103,880回。結構あるんですね。10万回ぐらい再生されてるんよ、はい、でもさ、1動画3000ぐらいがアベなんですかね。そうだね。てか、なんか過去の動画があるから、新規で上げた動画は平均2000回 ×30 日で6万回ぐらい。で、それまでに上げた動画がまあ、いっぱいあるから、200回ずつとか再生されたら、それぐらいいくよねっていう話です。だからさ、トップ YouTuber とかさ、トップじゃなくても、そこそこ見るなぐらいの YouTuber でもさ、1本上げて10万再生とかいくわけじゃん。でも、月でこれなのよ。どれぐらい弱小かっていうのは分かってもらえると思います。はい。ただですよ、これ、視聴時間で言うとどれぐらいだと思います？再生回数がだいたい10万回なんですよね。うん、そこから1動画3分ぐらい見てくれるかなと思って、3分かける10万回、うん、で30万分月に再生される、うん、そこから時間で出してるので60で割ると5000。なるほどね、5000時間ぐらい。なるほど、そう見積もってるわけですね、はい、実際は8041時間視聴されてるの。おー、結構されてるんですね。結構見られてるんでね、はい、で、これ8041時間って、まあ、多分弱小なんよ。なぜかというと視聴回数が弱小なので、はい、8000時間ってのは弱小のはずなんですよ。でもこれよくよく考えてみてほしいんだけど、普通の人の1日って24時間じゃん、はい、じゃあ8041時間って何日分かに該当するかを見てみると、8041÷24してみると335日分なのよね。ちょうど1年ぐらいですね。そうそうそう、だから僕はこの YouTube1 ヶ月でこの1チャンネルだけで335日分誰かに何かを喋ってるわけよね。これって結構すごいよね、はいはい、だ月が30日だとすると、ちょうど10人分の時間ペラペラ喋ってるわけのよ。24時間さこゆうきが理論上ぶっ続けて喋り続けることが可能な時間の10倍ペラペラ喋ってるわけよね。だからさ、1日24時間だけど24時間ぶっ続けて喋るの無理だから、8時間ぶっ続けて喋ってるとすると、人の労働時間大体30倍ぐらい僕は YouTube で誰かにペラペラ喋ってると。これは稼げないわけないですよねと。言ったらさ、本当にペラペラ喋ってるだけなのよ、これ。原稿もないじゃん。はい。ダササーと喋って。実質、どれぐらい撮影時間あるかな？ 1 日5時間かける4日ぐらいじゃん。はい。月に20時間動画を撮るだけで、さっきの話だと、8000時間月に視聴回数を撮れるのよね。これがいわゆるレバレッジっていう考え方で、はいはい、24時間ずっと喋り続けるっていうのを考えたら、10倍の時間聞いてもらえるし、労働時間の8時間ペラペラ喋り続けることを考えたら、30倍聞いてもらえてるし、実質的な撮影時間、20時間の撮影時間に対して月8000時間聞いてもらえるって仮定すると、400倍のレバレッジが効いてるわけよ。これはね、稼げないわけがないですという話ですね、うん、だから僕は誰にでも発信をするべきだと思ってるし、発信した人が稼げるっていうのはまあ当たり前のロジックだよねっていうふうに思ってるわけなんですよ。だからここに優秀さが必要ですかっていう話なのよね。どれだけ低くてもさ、100再生とかはさ、頑張ればいけるよねって、ちゃんとリサーチしてやっていけば、はいはい、100再生取れたらさ、だいたい2000再生だとして、その 5% ぐらいの威力があるわけじゃん、100再生でも。で、8000時間僕ら視聴されてて、8000時間の 5% って400時間は視聴されてるわけなのね。400時間誰かにこう時間を使うことができれば、商品の1個や
2個売れちゃうわけなんですよ。だからやっぱ発信ってすげえよな。僕ら弱小 YouTuber ですらこれだけのパワーを持ってるんですよね。で、実際さ、営業やってる人だったらわかるんですけど、自分の話を8000時間も月に聞いてくれたら商品だってバカ売れするんですよ。で、実際にこれ YouTube 始める前と後でどれぐらい変わったかっていうと、平均なんか7万円で出してる講座の売上本数が100本増えました。月間で。これすごくない？でもまあ営業やってる人からしたら当たり前だよ。8000時間営業の時間をもらえたら100本ぐらい売れるのよ。だって1本売るのに80時間費やしてるわけだからね。80時間って4800分でしょ？4800分の営業時間で1本売って全然難しくないわけなのよ。でもやっぱめんどくさいじゃん。だからウェブでやるとめちゃくちゃいいよっていう。細かい数字結構出てきたけど、だから思ってる以上に数値的には弱小 YouTuber でもちゃんと座組を構築して売れる流れを作っていけば稼げるし、まあ、そりゃ発信いいよねっていう話になります。だからさ、よくなんか Twitter とかで発信者で年間1億円とか利益あるって言ってる人多いけど、それは発信に権威性をつけたいがための嘘だって言ってる人多いけど冷静に数値を分析してみてくださいと。そしたら、じゃあ月の売上が1000万でしたっていう人がいて、視聴時間がだいたいその回数と視聴時率から計算した結果、1万時間ぐらいこのチャンネル再生されてるなっていう風に見積もったとしましょうと。そしたら1000万の売り上げを作るために1万時間もペラ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 この人は喋ってるわけよ。それって全然現実的だよねっていう風に多分計算したら思えると思うんですよ。だからそういう風に実際に高い金額を言ってる人とかがいた時に、どんなビジネスモデルになってるんだろうとか、1000万稼いでる個人でってだけ言われると嘘だろって思っちゃうけど、数値を紐解いていってみたら全然現実的なのかもしれない。実際に体感として無理だろって思うところと、実際計算してみていけるなって思うところの感覚と数字に乖離があるのであれば、そこはチャンスなわけですよ。だからそれをしっかりと見た上で参入していってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。あおちゃんのさ、インスタとかもさ、100万円とか200万アフィリエイト報酬上がってますって言われたら、え、そんなにって思われること多いと思うし、実際にさ、2年前の自分がこのアカウントで200出てるよって見せたらさ、疑われると思うのよ。本当にいいみたいな感じになるんだけど、でも実際1投稿がこれぐらいの人に見られてて、で、バイトに興味ある層がこれくらいいて、その人の何パーセントがこのアプリをインストールして、1アプリインストールごとにこんだけお金もらえてるんだよっていうのをリズムで計算していけば、確かに200万くらいもらえるなっていうふうにわかると思うのね。で、感覚と計算値に乖離があるのであれば、みんな感覚的に難しいと思ってるからやらないけど、実際やったら簡単っていうラッキーな状況が起きてるから、絶対やった方がいいよっていうお話です。どう？めっちゃ納得です。はい。まあ、SNS 自体がレバレッジがかかるよ。そうそうそう。そうなんですよね。だからマジでそこはね、レバレッジを効かすっていうところに関して、SNS だったりとか発信は最強なんで、やっていてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。だってね、本当に8000時間の視聴回数作るのに20時間の撮影時間って考えたらさ、レバレッジ400倍でしょ？もう FX のレバレッジ100倍とか気にならないくらいのレバかかってるんで、ぜひ参入してみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回の動画はこんな感じですかね。ナヨラの LINE のマガジンで、じゃあどうやって人集めて利益に結びつけていくのとか売上作っていくのってお話をしておりますので、ぜひそちらの方チェックしてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。